こんにちは。芥川龍之介作「犬と笛」の五回目をお送りします。それから神長彦は二人のお姫様と三匹の犬とを引き連れて黒犬の背にまたがりながら笠木山の頂から飛鳥の大海様のおいでになる都の方へまっすぐに空を飛んでまいりました。 その途中で二人のお姫様はどう大思いになったのか、ご自分たちの金の串と銀の串とを抜き取って、それを神長彦の長い髪へそっと刺して大きになりました。が、こっちはもとよりそんなことには気がつくはずがありません。ただ一生懸命に黒犬を急がせながら、 美しい大との国原を足の下に見下ろしてずんずん空を飛んでいきましたそのうちに上長彦はあの初めに通りかかった三たの道の空まで犬を進めてきましたが見るとそこにはさっきの2人の侍がどこからかの帰りと見えてまた馬を並べながら これを見るとが長彦はふと自分の大手柄をこの二人の侍たちにも聞かせたいという心持ちが起こってきたものですから「降りろ降りろあの三つまたになっている道の上へ降りていけ」とこう黒犬に言いつけました。 こっちは二人の侍です。「せっかく方々を探し回ったのにお姫様たちの恩い行方がどうしても知れないのでしおしお馬を進めているといきなりそのお姫様たちが女のようなきこりと一緒にたくましい黒犬にまたがって空から舞い下ってきたのですからその驚きといったらありません。 神長彦は犬の背中を降りると、丁寧にまたお辞儀をして、殿様、私はあなた方にお別れ申してから、すぐに生駒山と笠木山とへ飛んで行って、この通りお二方のお姫様をお助け申して参りました、と言いました。しかし二人の侍は、こんないやしい着こりなどに、 まんばとなをあかされたのですから「羨ましいのと妬ましいのとで腹が立ってしかたがありません」そこでうわ部はさもうれしそうにいろいろ上長彦の手柄を褒め立てながらとうとうび匹の犬の由来や腰に刺した笛の不思議などをすっかり聞き出してしまいました。 そうして神長彦の油断をしているうちに、まず大事な笛をそっと腰から抜いてしまうと、二人はいきなり黒犬の背中へ飛び乗って、二人のお姫様と二匹の犬とをしっかりと両脇に抱えながら、飛べ飛べアスカの大海様のいらっしゃる都の方へ飛んで行けと、 声を揃えをてきました神長彦は驚いてすぐに二人へ飛びかかりましたがもうその時には大風が吹き起こって侍たちを乗せた黒犬はきりりと尾を巻いたままはるかな青空の上の方へ舞い上がっていってしまいました「今日はここまでといたします。 ありがとうございました。